ハウトゥーベーシック。皆さんこんにちは、トミックです。俺はね、この前ホットプレートでね、スクランブルエッグを作ったんだけども、もうちょっとこう簡単にできないのかと。スクランブルエッグを、卵を電子レンジに入れたら爆発するわけですよ。飛び散るのをうまくガードして、そのまま温めたらいい感じのスクランブルエッグができるんじゃないかと。この前俺何を買った？そうだね、電子レンジで炊ける土鍋、これに卵を入れて、この中で爆発させて温めてスクランブルエッグを作っていきたいと思います。6つ卵を使いたいと思います。ここにバターとかその他諸々の材料を入れて電子レンジで温めていきたいと思います。このね、6つの卵を土鍋に割っていきます。あ、違ったね、この6つの卵を土鍋に割る。みんなの期待を裏切る。卵を入れます。まず1個目パカ、2個目、3個目、4個目パカ、5個目、6個目。バターを入れて、牛乳ちょっと入れとこうか。バターと牛乳入れたら中蓋をして上蓋をします。はい、これでレンジで温めていきたいと思う。だいたい10分って言ってるけど、10分もいらないと思うんだよね。それじゃあね、これレンジの中に入れる。盛大に散ったな、盛大に散った。でもすごいいい匂いだ。待って、これさ、中蓋出してもあんまり意味なかった感じ。開けます。じゃあまず上蓋を開けます。はい、もうこの時点でバカだ。あれ、いい匂いだ、スクランブルエッグの匂い。中蓋開けます。いちゃちーん。これでサイコパスと呼ばれない。ラインスタンプもよろしくね。チキーの、はい。うお、なんじゃこりゃ、やば、どうなってんのこれ。え、すごい、なんだこれ。スクランブルエッグじゃなく、どっちかって言ってもいいな。温泉卵、いただきます。箱根の黒卵みたい。スクランブルエッグみたいにはならなかったけども、まあなんかこの逆に土鍋みたいな感じでこうカシッてやったらなんか美味しくはできました。直で電子レンジには入れないから爆発しなそうで、明日のビデオのモチベーションのためにもグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。